皆さん最近リラックスしてますか？時には大自然に身を任せて心と体をリフレッシュしてみるのはいかがでしょう。ということで今回のテーマは森林セラピーです。やってきたのは宮崎県綾町にあります川中自然公園。さまざまな散策コースを備えた綾町の中でも自然豊かなコースとなっていて、全長 1.5 キロののんびりコースと 3.5 キロのたくさんコースから自分に合ったコースを選ぶことができます。案内していただくのは森林セラピストの安杉元美さん。森林セラピーのプロで、森を通じて心と体の健康を維持増進していくための補助助言を行っています。はあ、癒されるって感じします。安杉さん、はい、森林セラピーっていう言葉を聞いたことがあるんですけど、そもそも森林セラピーって何ですか？森林セラピーっていうのはものすごく簡単に言うと、森に入って自分と向き合う、で、昔の体にして免疫力を上げるっていうものです。へえ、思った以上にすごい効果があるんですね。はい、具体的にはどういったことをするんですか？具体的には、必ずしないといけないのが2つ。1つが森林、散歩って言って中で歩くっていうものですね、と、もう1つが森林安息って言って森の中で安らぐっていうことを必ずプログラムに入れて、他は、呼吸法をやってみたりヨガをやってみたり、その人ガイドさんによっていろいろ変わってます。昔の体に戻ってしかも免疫力が上がる、これ皆さんやりたくなると思うんですよ。はい、だったらうちの近所にも山があるんでそこ歩いたらいいですよね。そうですね、そういうやり方もあるんですけど、このロードっていう森林セラピーロードっていうのは、はい、一応科学的に免疫力が上がるとかストレスが下がるっていうのがきちんと実証されたロードですね。 NPO 法人である森林セラピーソサエティから認定を受ける森林セラピーロード、現在日本に63カ所あり、中でもここ綾町は健康増進やリラクゼーションを目的とした包括的なプログラムを提供する森林セラピー基地として認定されています。じゃあ安杉さん、また早速行こうと思います。まず服装チェック。服装チェック、一応自然散策できるようにこう秋っぽい色も取り入れてきたんですけども。そうですね、はい、はい、長袖で、はい、長ズボンで手首足首が締まって隙間がないようにしてます。はい、これ空いてちゃダメなんですか？虫が入ってきたり昼が入ってきたり、嫌な方はとっても嫌だと思いますので。確かに、森に入る前には必ず準備運動をしましょう。入念な準備運動をすることで怪我の予防につながります。これ散策に適した時間とかあるんですか？そうですね、やっぱここは日が暮れるのが多分早いので、午前中の方がいいのはいい。今日ぐらいの薄曇りが、一番いいかなと思います。栗が、栗の伊賀が、栗伊賀栗が栗の木があるってこと？栗の木もありますね。子どもたちも楽しいでしょうね、木の実がいっぱい落ちている道だったら。はい、そうですね、子どもたちはどんぐりもそうですけど、この先に川があるので、はい、川に夏に水浴びに来たりしてます。安杉さん、はい、吊り橋です。吊り橋ですね、ね、周りも見ながら、はい、もうちょっと見ましょうか。そしてものすごく川の音が聞こえてきたなと思ったら、はい、うわ下が見えます。本当です、足元にはですね、はい、とうとうと流れる川、ちょっと水量が多いですね。しかもちょっと揺れる、止まると揺れますわわわわわわ、はい、あっちめちゃめちゃ綺麗ですけど、はい、向こうが阿弥陀が淵っていうんですけど、はい、光が反射して綺麗な緑色に見えるんですけど、日によって緑色がちょっとずつ違う、は
ていうのが通うと、はい、その変化が分かるってことですね。はい、あそこにはちっちゃいなんか滝なんか流れたりするし、はいはい、すごい気持ちいいとこですね。でここはもうかなり上の方になるので、たまにあの辺でイノシシがいることがあります、はい、イノシシが見えること、はい、安木さん、歩いてますけども、はい、ちょっとだんだん本当に体が暖かくなってきましたし、はいはい、ずっと喋りながら来ていると息が切れてきたんですが、気づいたら緩い勾配があるんですね。はい、あの、まあ、千代山の方に向かっているので、はい、ちょっと勾配はありますけど、はい、まあ、だいたい緩いところを歩きます。じゃああんまり年齢を選ばずに、ね、いろんな方に歩いていただけるコースということですね。はいはい、これが、はい、あの綾野森林セラピーロードの川中ロードの、はい、シンボルの一木橋の巨木です。250年ぐらいになります。はい、今までの木とは全然違う存在感ですね。枝も四方に張り巡らされて、はい、覆いかぶさってる感じ、迫力すら感じますね。人間の体って感情をすごく表していて、はい、こういう風になってしまう人はなんか外からの怖いものに対して自分を守ろうとする。で、こうする人は、はい、何か守らなくてはいけないものがあって、はい、常にこういうふうに気を張ってしまうというのがあるから、はあ、いつもだったら自分はどうかなっていうのを考えて、はい、こうなってる人だったらこういうふうに、うん、あ、そっちか、はい、してもらうと多分、ま、両方やってもらうとどっちが気持ちいいかなっていうのも分かるので、まず内側に向けて、はい、よいしょ、ほう、苔がふかふかしてます。じゃあ次は後ろ、後ろ、あ、明らかに違いますよ感じが、はあ、私どっちが気持ちいいかって言ったらこっちの方が気持ちかったです。なんでかわかんないですけど、抱きついた瞬間に接してるとこゾワッ、なんかじわっとくるんですよね。不思議で、また木の匂いっていうかそれもすごくいいです、はい、へー、これは皆さん自分が日頃どっちタイプなのかここでちょっとやってみてください。私は守るものがあって肩肘張って生きてるタイプですね。ありがとうございます。素直になります。入り口のところは人が住んでたっていうこともあって杉の木なんかもあったんですけど、はい、この辺はまた植物全然違いますね。はい、随分あの暗く感じると思うんですけど光が、はい、うん、年中葉っぱが絶えない照葉樹林の森になってきます。綾といえば照葉樹林ですもんね、はいはい、保水力もあるし、はい、いろんなものを生み出す生態系がすごく広くなる。特に照葉樹があると腐葉土ができていくので。そうなんですよ、さっきから、このまたね、あの人が踏み鳴らしたところは違うんですけども、奥の方に行くとものすごくふかふかしてるんですよ、はい、よく見ると落ち葉が積み重なってて、はい、天然の腐葉土ってことですよね、はい、県内にもいくつか照葉樹林帯あるんですけど、生物とか生態系とか数が多いのがもう綾は特別っていう形。その照葉樹林の中に現れる旧トロッコ道、かつて九州で1、2を争うほどの木材の搬出量を誇っていた綾町は、その搬出方法としてトロッコを使用。当時の息遣いが感じられる癒しスポットです。安木さん、はい、突然、はい、山がパカッと2つに割れてますけど。そうですね、これはもう安木さんの力ですか。違います昔の方が、まあ、通れるようにというふうに、はい、ちょっとずつ開いていった後っていうふうに引いてます。人の力で、はい、これ岩ですよ。そうですね、はあ、ただ崩しやすい岩でもあるみたいで、ちょっと触るとほろって落ちるような石のところを削ってますね。そうなんですね、はい、ぬかるみに連れてきてもらいましたけど、これなんですか。イノシシのお風呂場、ヌタ場ですね。イノシシのお風呂場、はい、
イノシシやシカが体についたゴミや寄生虫を泥の中で落とす場所をヌタバと言い、周囲には体をこすりつけた木々が点在しています。安木さんの案内でさらに足を進めていくと、安木さん、はい、見渡す限りエゴマ畑です。そうです、鹿が食べないの。食べない、食べないじゃなくてこっち、はい、こっちをまたいきなり開けましたね。そうですね、苔がふわふわの苔が、あーふかふかするふかふかしますふかふかするふかふかします、 すごい靴からも感じるふかふか、はい、いやで、おもむろに椅子が出てきてますけど、はい、これ何ですか。リラクゼーションチェアですね。リラクゼーションチェア、はい、はい、で、ここに座っていただいて、はい、ちょっと呼吸法を、はいはい、簡単なんですけど呼吸法、苦しくないですか。全然苦しくないです。目を閉じるとカバのせせらぎがもうこの時点ですごいリラックスできますけど。あ、そうですか、はい。こちらのリラクゼーションポイントでは安息や座間、呼吸法などを行います。おいしい空気を全身に取り込むことで森林が持つリラックス効果が得られます。顔面の力が抜けるんですよ。この辺がすごいほぐれるのが、ここに力入ってたんですか。すごい効果。安木さん、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、お疲れ様でした。五感を使った森林セラピーロードを満喫しました。あ、よかったです。結構歩いたんですけども、はい、本当は3時間ぐらい歩いてるんですよ、はい、なんですが本当1時間ぐらいしか歩いてないんじゃないかぐらいあっという間の出来事でした。そうですね、のんびり歩きますし、まあ、体調を見ながらっていうのもありますし、はい、携帯が通じないので迷ってしまうと困るので、1回は慣れている人と一緒に来てほしいと思います。安全にもう心から楽しく過ごすためにも1人もいいですけど、安木さんのようなガイドさんと一緒に回るといいんじゃないでしょうか。爽やかな森の中を歩く時間はそれだけで心と体を癒してくれるものです。ミドルエイジ、プラチナエイジの皆さん、静かな森に身を置いてゆったりと過ごしながら心と体をリフレッシュさせましょう。